ス花田主の山内豊水です。豊水店にようこそ。こちらのチャンネルでは皆様に着物に関する情報を発信しています。今回は前回にね、とっても簡単で楽で着崩れない浴衣の着方というのをしたんですけれども、それに引き続いて半幅帯結びをしていきます。それもね、前回言ってたんですけれども、とっても簡単なお太鼓結びになっております。お太鼓結び、半幅帯のお太鼓結びになっています。私が考えてみました。オリジナルですので、ここでしか見れないと思うので、ぜひねご覧ください。で、前の、浴衣の簡単な着方はこの辺に貼っておきますのでね、もしよろしかったら後ほどご覧になってください。概要欄の方にも貼っておきます。それでは半幅帯結びをしていきます。はい、ではとっても簡単な半幅帯のお太鼓風帯結びをやっていきます。はい、準備するものはまずね、帯揚げをかけた枕ですね。一応浴衣にするという前提でね、今日は夏着物なのでね、夏の帯揚げをしています。それと帯締めも夏物にしました。そして半幅帯とクリップが1個あると簡単にできます。それではやっていきますね。まず最初にね、この半幅帯の長さを半分に折ります。こうやって半分に、ここ輪になってるんですけれどね、半分に折って、こちらちゃんとね、しっかり長さを揃えておきますね。そして半分に折ったら、この輪になっている方を自分のね、後ろから回して、輪になっている方が自分の左、このね、輪になっている方が自分の左に来るようにして、で左からちょっとこれが今輪の方ですね、前に回した時に、だいたい自分のね、この胴幅、ここの幅、胴幅ぐらいまでこうやって持ってきておきます。そしたら右にあるのを重ねますね。はい、重ねたらキュッとここで、輪のところね、輪のところ指入れてもいいのでね、さっきのここの輪のところね、でキュッと引き締めてあげますね。でこれがきちんと引き締まったら、クリップで留めておきます。上がいいかな、上を留めておきましょう。はい、上を留めておいたら、あ、ごめんなさい、下がいい、下のとこね、しっかり留めておきますね。でこの下の右脇ですねを留めておいたら、この留めた右脇から斜めに、ここから斜めにこう下からね、こうして斜めになるように折り上げてあげますね。で折り上げたら、ここがこう前にこうしてきますよね。この形にしてください。斜めに折り上げてこうですね。はい、でこれができたら、ここでね、今ここ2枚になってるでしょ、この2枚を開いてあげます。こうして、でこれが、ちょうどお太鼓の大きさぐらいにね、30センチぐらいになるといいかなって感じで、こうやって開いてあげます。で全部開いちゃうとここが開いちゃうので、ここ少しだけ重なる感じですね。で開いてあげたら、この左右をね、綺麗にちょっと重ねてあげて、そしてお太鼓作っていくんです。こうやってね、この最後の裾のところが、これがお太鼓の垂れ先になってくるんですけれども、こうしてここが輪っかになって上まで上がって、そしてここがお太鼓の下線になって、この輪の部分がお太鼓の長さになるようにしてね、こうやって作ってあげたら、ここに今だから輪になって先っぽがありますよね。ここにこの帯揚げをかけた枕をここに入れて、お太鼓を作っていってあげますね。ちょっとここにって言ってる間にちょっとずれたので、もう一回やりますね。もう一回ね、ここがまず
重なってたのをこうして開きますね。で開きすぎないようにちょっとだけ重なってるようにしたら、ここでお太鼓を作りたいからこう輪になって先が垂れ先になってくる部分がここですね。でこの輪になってる部分がお太鼓になるので、ここでちょうどいい大きさになるようにね、両手を使ってお太鼓をきれいに作っていってあげますね。でこれがね、その長さによってもね、帯の長さによっても変わってくると思うんですけど、まずはこの垂れ先の長さを決めることが重要なので、こっちのお太鼓の部分は少し長くても大丈夫です。垂れ先はだいたいこの自分の、お箸を入れるよりも5センチぐらい長いぐらいがいいのかなって感じになりますので、こうして垂れ先の長さを合わせてあげたら、この枕をこの間ね、ここに入れてあげて、そして枕紐、あれ枕紐かな、枕紐だけでいいのでね、枕紐だけ持って、で胴帯のこの胴、後でね後ろに回さないといけないので、この枕紐しっかり締めるんですけれども、体の方にかからないようにね、いつも前結びの時はいつも言ってますよね、これがこの紐がこの胴帯のところにかかってないと後で回す時に摩擦で回せなくなるのでね、胴帯のところにかかるようにして止めておいて、で今帯揚げもねちょっと仮に結んでおきました。邪魔になるのでね、でここ綺麗に、ここ今ずれてたんですけれど、このお太鼓のとこ綺麗になるように整えて、そしてこのお太鼓の下線も綺麗に整えて、でこのお太鼓の長さが、これもうちょっと短くてよかったかな、お太鼓の長さ、お太鼓の下線の長さ今整えました。お箸折りと今ちょうど同じ長さに私しました。そしてこのお太鼓の長さは人によってね長かったりすると思うんですけど、ここにまずは仮紐準備してなかった、ちょっとこれ変な紐ですけど、この仮紐でねお太鼓のこの下線の長さを決めてあげて、こうして結んでおきますね。この仮紐は後から取ります。でこのままでもいいんですけれども、こうしてお太鼓の下線を決めてあげてね、このままでもね本当はいいんですけれども、この後ねちょっとねこのクリップを取って、そして今右脇にあったクリップを取って、ちょっと左脇のとここの辺止めときますね。これずれないように止めておいたら、先ほどね一番最初に輪になっているところをが輪になっているところをなんて説明したらいいんだろう、ここの胴帯のこうやって引っ張ってきてあげると、この輪の部分出てくるでしょ、最初のこれをこのお太鼓の中にこうやって入れてあげるんです。そうするとこっちはねあれなんですけど、こっちはほら手先が返って出てきてるみたいに見えるんですよ、こうやると。でしっかりと引っ張ってね上げて、ここでクッと引き締めてあげますね。で引き締めたら、今度はここでねこの返ってきたこの輪の部分を止めてあげて、こうしてでお太鼓の形も綺麗に長さも整えてですね、こんな感じかな、こっちがもうちょっと出るといいかな、はい、こうか、ほらほらほらとか言って、で帯締めで止めます。帯締めはこの手っていうか胴の書いてるとこね、これを止めないといけないから、ここ止めないといけないからこの上になりますよね。
こうして止めておきます。後ろでね、仮結びしておいて、この仮結びもね、しっかりめに結んでおいた方がいいですね。ちょっと後ろの結びがいっぱいあって、渋滞してますけれども、はい。そしたらこの先ほど仮で結ん、仮で押さえておいたね、針先板の部分を押さえておいた紐はもう取っても大丈夫です。でお太鼓のを後ろに回していくんですけど、この後この時ね、この垂れ先になっている部分がずれやすいので、ちょっとこうしてね、垂れ先になっている部分を折り上げて、ここ止めといてあげます。その時前板とかとは一緒に止めないようにね、回らなくなっちゃうので、こうやって止めといてあげて、そして後ろに回します。で左右が同じ位置に来たら、はい、枕紐をもう一回キュッと前に持ってきて、背中に枕がついてるのを感じてください。で締めて胴帯の中にしまい込みます。はい、そして帯揚げもきれいに整えますね。脇からずっと、3分の1にだいたい折ってあげて、よいしょ。そしてちょうどいい幅で揃えてあげて、ちょっともう一個のクリップで留めておきますね。ここきれいになったのを、はい、帯揚げも、私そういえば動画で帯揚げの整え方って1回もやってないですよね。一回今度作ろうかな、帯揚げのね、綺麗な整え方。はい、左が上で交差して、左が上で交差して、この上になっているのを下から上に一結びで、左右ね、まっすぐにしたら、ここの上になる線をきれいに整えてあげて、それからもう一結びしますね。こう下になっているのでくの字を作って、そしてそこに入れ込むようにして、右だけ引いて締めていきます。右だけ引いて締めていって、最後に左を軽く締めて結び目を作って、これで帯揚げは出来上がりですね。はい、そして今度ね、この帯締めを締めていくんですけれども、さっきね、つけておいたこのクリッパーも取っていいですね。お太鼓がずれないようにつけておいたんですけれども、そしてここにね、一番最初の帯の輪のところがあるので、もしも帯が緩んでるようだったら、ここグッと、ま、持ってきてあげるとね、帯の緩みが取れます。で帯締めで留めていきます。こっちが短くなっちゃったか、こうかな。はい、で普通の結び方ですね。左が上で交差したら、下から上に一結びして、はい、帯締めの結び方はもうすごく詳しいのを一つ動画出してますので、ちょっとこの辺に、こっちか、こっちかな、こっちに貼っておきますので、それをね、ご覧になってください。あと概要欄にもね、貼っておきますね、帯締めの詳しい結び方。はい、これでお太鼓結びが、とっても簡単な半幅帯のお太鼓結び風ができました。どうでしょうか？映ってるのかな。はい、皆さんもぜひしてみてください。いいねボタン、チャンネル登録、励みになりますので、よろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。山内豊水でした。
ましたので皆様にご紹介ダメだ